さんがよく、はい、あれは台本にあるんですかってよく聞かれるんですけど、はい、そんなこと全く書いてないし、そんな台本はないんですよ。だから僕もドキッとするんです。ふわっとやってくる、ふわっと来て、ちょっと どんな香りですか。いやいやリスナーですか。いや僕ね、みんな聞きたいことを私が代弁して、B さんに関しては、はい、汗の香りが全くしないんですよね。汗すっごいかいてるのに。いやー、ライブの醍醐味はそこだ。僕なんて白く濁るじゃないですか、だって汗って、うん、そうなんですか。そうね、そう、うん、なんかこうね、あのだからその透明感のある汗を見ると、はい、わー最高、ここにパフォーマンスしてこんな汗見せてくれるなんてっていつも感じてるんですけどもね。そうですか、もうね、 V キュンポイントいっぱいいただいてますよ、はい、だって聞いたらもうウォンカーワイの映画しかもう思いつかなかった時代がありましたけれども、今や歌謡年歌といえば BTS とね連想される方も多いと思いますが、はいはい、そのシリーズ最初の歌謡年歌パート1、これがサードミニアルバムとして2020年、なんだっけな、なんだっけな、西洋音楽としてはなかなかこう扱いづらい、そう、なんかちょっと変わったことやりたいなと思って買いに行ったんですけど、はい、オーナーがいなくて休まで帰ってきたっていう、まあどうでもいい話なんですけど、もう一曲ぐらい何か聞かせていただいて、はい、じゃあタイですか、ね、タイね、あタイ、そうですね、はい、このデビュー間近のオルタナティブポップユニットってどんなんだろうって気になるんですか。これそうですね、これが皆さん、愛知県は天郡の赤坂奈美子さん、ここか、これもハンコーバー減ってますね、はい、ね、はい、この辺りがちょっと気になるかなというところです、ね、はい、あとも、あの気配をね見て、うん、積み重ねてきた人たちの中で、はい、うんうん、そうですね、こういう道っていうのはやっていきたいです、うん、あ、うん、楽しみ、頼もしいよ ね、 ね、ジャニーズからそういう人、そうですよ ね、 ね、昔は考えられないですね、あ、ね、東派ですか、深沢派